みんなお疲れ、競艇大臣です。今日はですね、やってほしいとの声が多かった予想サイトの情報を全部買ってみたをやっていきます。予想サイト使ったことない人も使ったことある人もこれを見れば全てわかります。予想サイトはクロニクルを使います。というのも今クロニクルから初夏大特価セールっていうのが来てて、常設のプラン10個と VIP プランが全てセットで 87% オフみたいです。全部セットだと普通は164万円かかるんだけど、今日は 87% オフで20万円で買いました。1つのプランで2レース提供されるから全部やっちゃうと22レースになるので、この動画では常設プランで一番高いミラクルのデイとナイトと VIP プランのロイヤルのレースを一緒に見ていきましょう。それじゃあ早速レース映像をスタート。はい、まずはロイヤルの1レース目からです。買い目はこんな感じで来てます。3連単143146162163164だったら的中です。ロイヤルは VIP プランで普段は参加できないから、これも含まれてるのはかなり嬉しいよね。はい、VIP プランロイヤルの1レース目は無事的中しました。ナイスです。的中金額は86,600円でした。はい、続きましてミラクルデイの1レース目です。買い目はこんな感じで来てます。142146162163164だったら的中です。さあもうすぐゴールです。はい、142でミラクルデイの1レースも無事的中しました。的中金額は254,400円です。はい、ミラクルデイの2レース目が始まったので見ていきましょう。3連単は145152153154156だったら的中です。掛け金はさっきのミラクルデイの1レース目の金額を5で割ってかけてるので 1.5万800円掛けです。154の3連単的中で、無事ミラクルデイは2レースとも的中しました。的中金額は最後に発表します。はい、続きましてミラクルナイトの方1レース目始まりました。買い目はこんな感じで145152153154156だったら的中です。ミラクルデイはしっかり的中したのでこちらもかなり期待してます。はい、ミラクルナイト1レース目156で無事的中しました。的中金額は133,000円でした。さあお楽しみの VIP プランロイヤルの2レース目始まりました。買い目は412415416421426が来たら的中です。掛け金はロイヤル1レース目の的中金額を5で割ってるので 1.17300円の5点掛けです。はい、 VIP プランロイヤルも無事的中です。やっぱさすがだね VIP プラン。的中金額はこちらも最後に発表します。お楽しみに。はい、いよいよ最後のレースでございます。3連単は142143145146154なら的中です。掛け金は1レース目の的中を5で割ってるので 1.26600円掛けです。これはもう決まったでしょう。143、はい、来ました。
無事ミラクルナイトの2レース目も的中しました。それじゃあ全プランの的中金額まとめて発表します。どうぞ。はい、すべてのレース終わりました。一緒に見たロイヤルとミラクルデイナイトはさすが全部的中だったね。それぞれの的中金額はミラクルデイが211万3280円、ミラクルナイトが190万7220円、そしてロイヤルが486万9950円でした。今日買った初夏大特価セールは全11プラン中5プランの的中で、さっきの3つ以外にウルトラデイとハイパーナイトが的中しました。トータル的中金額はこちら1160万8090円。1日でこの結果はさすが全プラン買った甲斐があったね。今日使ったクロニクルは概要欄に貼っておくので使ってみたい人はどうぞ。競艇の勝ち方を LINE で教えてるので、競艇好きも競艇やったことない人も追加よろしく。高評価チャンネル登録もお願いします。それじゃあみんなおやすみ。